新型コロナウイルスの影響で大きな打撃を受ける観光業その影響は旅行会社やホテルにとどまらないマンションや一軒家に客を止める民泊道内大手のマッシブ札幌はもう毎月、膨大な金額がです、ね、あの流れ出ていく人間でいうと出血がだらだら流れている状態で。 道内では自己破産する事業者もそれでも歩みは止めない銭湯を改装？無人のホテルってお寿司のカウンター席になってまして寿司カウンターに貸し切りの大浴場高級別荘も中長期的な観点で物を見た時は必ず勝てると 観光復活へ、教会もサポート助っ人に呼んだのはティックドッカー向かった先には馬、ま、ユニークな物件続々誕生使い方も広がる道内民泊の今 こんにちはこんにちはこんにちはケイラビ今週も始まりました今日のコメンテーターは北海道大学の平本先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ斉藤さんは今週もリモートです、はい、よろしくお願いしますそうですねよろしくお願いします今週のテーマは民泊ですかはいそうなんです観光業全体が厳しいということで、はい、まあ、なかなか収益が見込めなくてですね撤退する事業者も出てきているんです、うん、観光庁によりますと今年1月時点の札幌市内の民泊施設はおよそ1400件で 2年前は2300件ほどありましたので4割ほど減っているということなんですね、うん、そ,そもそも北海道は民泊が盛んなエリアでしてこちらのデータをご覧ください、うん、民泊に関する法律ができた2018年以降民泊の延べ宿泊者数なんですけれども、うん、1>, 1位が東京都ついで2位が北海道なんですね、うん、大阪府や沖縄よりも北海道の利用者が多いということなんです、うん、北海道ってその賃料が安い だから物件を調達しやすいっていとうことだから一番大きいのが民泊っていうのは年間の,あの営業日数が上限180日って決められてるんですよね、うんうん、で北海道ってご存知の通り夏と冬に観光のピークが来るのでそれ以外の時期がどちらかというと閑散期になるそうするとちょうど180日の上限っていうのは民泊をあの民泊と北海道の観光シーズンとうまく合うっていうような理由で北海道に民泊がたくさんあったっていうことだと思うんですね。 このように北海道で盛んだった民泊はコロナ禍で大きな影響を受けました事業者はあの手この手で生き残りを図っています